理事長、黒井先生様、本日私はまず SDGs の実施にかける我々の情熱をお話ししようと思っていました。国内の啓発を図る工夫にもご紹介したいものがありました。いわゆる WeFi 女性起業家を資金で支える計画が私個人や日本政府にとってなぜ重要か、ユニバーサルヘルスカバレッジのことを私は日本ブランドにすると言っています。本年12月我々は東京で USC を主催に大きな会議を開きます。語るべきことのリストは長い。法の支配に対する我々の貢献、パリ協定に忠実たろうとする我々の決意、世界のインフラ事業に対し質の高い投資をもって臨む我々の政策、また日本がどこまでも守りたいものとはフリーでリベラルでオープンな国際秩序、多国間の枠組みであります。まさにそれらを守るフィッシュ、国連に寄せる世界の期待はいよいよ高い。ならばこそ安保理を時代の要請に応じ一躍変革すべきなのです。変革のため日本は友人たちと進みます。安保理常任理事国として世界平和に積極的役割を果たすのが日本の変わらぬ決意だと私は主張するつもりでありました。けれども私は私の討論をただ一点、北朝鮮に関して集中せざるを得ません。9月3日、北朝鮮は核実験を強行した。それが水爆の爆発だったかはともかく、規模は前例をはるかに上回った。前後し8月29日ついで北朝鮮を制裁するため安保理が通した決議2375のインクも乾かぬうち、9月15日に北朝鮮はミサイルを発射した。いずれも日本上空を通過させ航続距離を見せつけるものだった。脅威はかつてなく重大です。眼前に差し迫ったものです。我々が永遠続けてきた軍縮の努力を北朝鮮は一生に付そうとしている。不拡散体制はその史上最も革新的な破壊者によって深刻な打撃を受けようとしている。議長、同僚の皆様、この度の危機は独裁者の誰彼が大量破壊兵器を手に入れようとするたび我々がくぐってきたものと質において次元の異なるものです。北朝鮮の核兵器は水爆になったかなろうとしている。その運搬手段は早晩ICBM になるだろう。冷戦が終わって24年、我々はこの間どこの独裁者にここまで奉仕させたでしょう。北朝鮮にだけは我々は結果として許してしまった。それは我々の目の前の現実です。かつこれをもたらしたのは対話の不足では断じてありません。対話が北朝鮮に核を断念させた、対話は危機から世界を救ったと我々の多くが安堵したことがあります。一度ならず二度までも。
最初は1990年代の前半です。当時北朝鮮が成した恫喝は IAEA などサース体制からの脱却をちらつかせるものにすぎませんでした。しかしその意図の那辺を察した我々には緊張が走った。いくつか曲折を経て1994年10月米朝にいわゆる核合意が成立します。核計画を北朝鮮に断念させる。その代わり我々は北朝鮮にインセンティブを与えることにした。日米韓はそのため翌年の3月チェドをこしらえる。これを実施主体として北朝鮮に軽水炉を2基作って渡し、またエネルギー事業の常として年間50万トンの重油を与える約束をしたのです。これは順次実行されました。ところが時を経るうち北朝鮮はウラン濃縮を続けていたことがわかります。核を捨てる意思などもともと北朝鮮にはなかった。それが誰の目にも明らかになりました。発足7年後の2002年以降ケドーは活動を停止します。北朝鮮はその間米国、韓国、日本から支援を詐取したと言っていいでしょう。インセンティブを与え北朝鮮の行動を変えるというケドーの枠組みに価値を認めた国は徐々にケドーへ加わりました。欧州連合、ニュージーランド、豪州、カナダ、インドネシア、チリ、アルゼンチン、ポーランド、チェコ、そしてウズベキスタン。北朝鮮はそれらメンバーすべての善意を裏切ったのです。創設国の一員として日本はケドーに無利息資金の貸与を約束し、その約 40% を実施しました。約束額は10億ドル、実行したのは4億ドルです。ケドーが活動を止め、北朝鮮が核関連施設の凍結をやめると言い、IAEA 査察官を追放するに及んだ2002年、2度目の危機が生じた。懸案はまたしても北朝鮮がウラン濃縮を続けていたこと。そして我々は再び対話による事態打開の道を選びます。けど創設メンバーだった日米韓3国に北朝鮮と中国ロシアを加えた6者会合が始まります。2003年8月でした。